キープ SB 分型はいつみやき今日はちょっと私首を寝、ね、違えていて痛いのであの動きがちょっとロボットみたいになるかと思いますよろしくお願いしますちなみに寝、ね、違えるっていうのは「I slept funny」と言えるんですね、まあ、おかしな状態で寝たってことですね「my neck hurts」<laughs> 首が痛い <laughs> っていうことですねはいやっていきましょう えっと、キープを最近やってるんですけど、えー、ちょっと SB 文系言うの忘れてたんで SBC からやっちゃったんですけど、SB 文系今日やりますね。はい、キープ保つっていう動詞ですけど、これいろんな文系が取れるんですね。えー、前回やった SBC、今日は SB ですね。はい、一番短いあの文系ですね。はい、SB 文系は主語動詞がこの骨格なので、 え、動詞は自動詞になります。自動詞っていうのは右側に目的を取らないっていうことですね。はい、こんな文章です。This milk won't keep till tomorrow. 意味としては、この牛乳は 持たないだろうと明日までって言ってるわけですね。はい、紐解くと this milk が主語ですね。this は近場を指してこのっていう形容詞ですね。この牛乳はと。はい、want は will not の短縮ですね。will は話しての意思なので、主語は人じゃなくてもそのものがこうなるっていう話しての意思なわけですね。話してる人がそう思ってるわけですね。はい、この keep は自動詞ですね。 その食品が持つってことです、ね、はい TOO tomorrow 明日までずっとってことですね前置詞と名詞のセットでこれは複し句、飾り言葉になっています TOO は u n t i o と同じ意味ですねということで明日まで持たないだろうと言ってるわけですね腐っちゃうってことですねはい、では同じ感じで s b で作っていきますね t o o 冷蔵庫に入れたらこのお肉は持つと思うよ同じ感じで言ってみましょうかはい首が痛い。はい This meat Will keep. はい、持つよと。はい、冷蔵庫に入れたら、If you put it in the freezer。はい、こんな感じですね。解説します。はい、This Meat が主語、このお肉ですね。Keep が動詞自動詞ですね。はい、SB で終わってます。 ウェオは話し手の意思、このお肉は持つだろうよと言ってるわけですね。はい、if 説、if はこれ接続詞ですね。接続詞っていうことは前の文章と後ろの文章をつないでるので、両方ともちゃんと文型が SV がある文章ってことですね。はい、if の説は you put it. はい、プットは置くという意味ですね。はい、それを置く。はい、どこの中にフリーザーの中に、冷凍庫の中に。あ、冷凍ですよまずこれ。冷凍庫の中になので、ちょっと書き換えました。3、看板で立ち入り禁止っていうことですね。まあ、これ看板の標語で書いてあるわけですね。はい、keep out ですね。 はい。こういう標識を見かけたらそこに入っちゃダメなんですね。はい。なんでそんな意味になるかっていうと、キープ動詞ですね。はい。out っていうのは、これ、えっ、ー、と、ここは副詞で使われていて、えー、out っていうのは外にですよね。外に。 保ってくださいってことは中に入らないで立ち入り禁止ってことになるわけですね OK4、okay, 若さを保ちたいなら砂糖を控えた方がいいよはい本当にって思うんですけど <laughs> 今日私シュークリーム三つ食べちゃったんですよね三つですよ三つしかも一気にすごくないはい、まあ、あの今何分私あのお酒を、ね、飲んでいないので断酒してる分ねそのねこう心の隙間がスイーツに行っちゃってるんですよね毎日じゃないけどねはい まあそんな感じです。はい、人間って難しいですね。はい、ではやってみましょう。はい、若さを保ちたいなら砂糖を控えた方がいいようですね。if you want to keep young, you should keep off. は <Sugar> はいい解説しまますすねね、はいえー、た if です、ね、接続詞です接続詞は前の文章と後ろの文章を接着剤につなぎますね。はい。if 説がさっきみたいに後ろだったら、この if の文章がここまでってわかるので、if の範囲がわかるので、カンマはいらないんだけど、if 説が前に来た場合は、この if の説がどこまで続くのかを分からせるためにカンマがいりますね。前に来る場合は。はいでは、この if 説が飾り言葉なわけですね。はい U が主語、want が動詞、to 以下が目的語ですね。はい、この to 以下の中にまた keep young、昨日の文法ですね。はい、若く保つ、若くいるってことですね。はい、ここにまた VC が入ってるわけですね。まあ、英語ってね、あの構造はね、ロシアの,あのお人形さんみたいな、マトリョーシカ人形かな、あのパカってあげて、なんかまたまたね、ちっちゃいのが入ってて、ね、またパカってあげて、またちっちゃいのが入ってるって、そういう構造なので、はい、この飾り言葉の中の、 え、文法は、あなたは欲しいよ、to keep young することが欲しいよ、したいになるわけですね。はい。そして、その、え、目的語の部分が、若く保つ、若くいる、いることが欲しいから、若くいたい。なら、はい、本当の文章がこっち。you should keep of sugar。こちらが主文ですね。本当に言いたいことですね。はい、should はしたら良いという助動詞ですね。はい、of sugar。まあ、前置詞と名詞のセット。 ですね、はい飾り言葉で「シュガーからオフ」は離れてとていうことですね「take off って言いますよね砂糖を離れた状態で保つっていうことは控えるってことになるわけですね OK5 <Okay, five. S 1> あなたの志をなえさせる人には近づかないでそうですね <laughs> これは実際にですねあのトム・ソン・への冒険を書いたマーク・トゥエインっていう作家さんがいますよねその方の言葉ということですねはい言ってみましょう近づかないでってことは離れた状態に保ってってことですね keep away from 人々から people はいどんな人々かっていうのを封以下で作りますね who try to belittle your Ambitions はい、解説しますね。はい、Keep が動詞ですね。Away は福祉で離れたところにってことですね。はい、From People、人々から離れたところで Keep してってことは近づかないでってことですね。はい、どんな人々かっていうのを風以かで飾りがついています。この風いかがすべてこの People にかかるわけですね。はい、Try to belittle your ambitions する人をってことですね。はい、Try to 動詞原型ですね。またこの中に、えー、V のパッケージがありますね。はい、Try to do はい。えー、try to be little. はい。この be little っていう動詞は、be という単語と little という単語が合体してできた動詞なんですね。be は b 動詞の be ですね。little は少ないという意味がありますね。これが合体して、少なくするっていうのが基本の意味。少なくするですね。はい。なので、少なくするということから、過小評価するとか、見くびるみたいな意味になるんですね。 Your ambitions. あなたの野望、志を見くびる。それをトライすること。そういう人ってことですね。つまり、あなたの志を過小評価する。耐えさせるような人っていうことになるわけですね。そういう人からは離れた状態でキープしてくださいね。近づかないでね。っていうことになるわけですね。はい。このようにキープはですね、SB 文系で右側に目的語や保護を取らないっていう時もありますね。はい。では音読でマスターしていきましょう。1 This milk won't keep till tomorrow. 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 2. This meat will keep if you put it in the freezer. This meat will keep if you put it in the freezer. This meat will keep if you put it in the freezer. This meat will keep if you put it in the freezer. This meat will keep if you put it in the freezer. This meat will keep if you put it in the freezer. This meat will keep if you put it in the freezer. This meat will keep if you put it in the freezer. This meat will keep if you put it in the freezer. This meat will keep if you put it in the freezer. Three, keep out. Keep out. Keep out, 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 keep out. Four. If you want to keep young, you should keep up sugar. If you want to keep young, you should keep up sugar. If you want to keep young, you should keep up sugar. If you want to keep young, you should keep off sugar. If you want to keep young, you should keep off sugar. If you want to keep young, you should keep off sugar. If you want to keep young, you should keep off sugar. If you want to keep young, you should keep off sugar. Five, keep away from people who try to belittle your ambitions. Keep away from people who try to belittle your ambitions. Keep away from people who try to belittle your ambitions. Keep away from people who try to belittle your ambitions. Keep away from people who try to belittle your ambitions. Keep away from people who try to belittle your ambitions. Keep away, Keep away from people who try to belittle your ambitions. Keep away from people who try to belittle your ambitions. Keep away from people who try to belittle your ambitions. Keep away from people who try to belittle your ambitions. Okay, Thank you for watching. See you next time. Bye.